まあ、あらかた片付いたかな。すまんの、コージジュエル。引っ越しの手伝いしてもらって。別にかまへんて。ほとんど引っ越し業者が荷物運んでくれてたし。助かったわ。元の家からわしらの家遠かったし、近くに引っ越してきてもらってすぐ行ける距離になって安心やわ。また来る。おう、ジュエル。いつでも来てくれ。ほな、またな。はい。はい、もしもし。ここおじ？どうしてんおかん？お父さんの遺品やった時計とかがなくなっとる。え？他にも貴重品類がどこにもないねん。そんなアホな。ないもんはないんよ。え？じゃ、ジュエル。何？なんかおばあちゃんの貴重品類が数点なくなってるらしいねんけど、ジュエル知らん？ああ。なんか知ってるん？引っ越し業者がごっそり抜いとったで。え？慣れた手つきあったわ。あれ初犯ちゃうで。なんでそん時言わんの？そん時言ったら言い逃れされるやん。確実に持って帰ってようやく罪として成立すんねんから。証拠の動画も撮ってるし、戦闘準備はできてるで。うちの子が怖い。だから言ったのに、格安の引っ越し業者じゃなくてもっとメジャーなところに頼めばよかったのに。そんなことなると思わんやん。浅はかよな。何してもわし責められるやん。おろし残しも確認しましたけど、物品は見当たりませんでした。やからオタクの従業員が母の貴重品を盗んだんです。やから何度も言いますけど、そのような事実は存在しません。ちゃんと確認してください。どこにそんな証拠があるんですか？娘が見たそうで。は？それは娘さんの見間違いですよ。まだ娘さん小さいんでしょう。見間違うことぐらいあります。うちの子に限ってそれはありえないんです。いい加減しろよ。目を競んで訴えるぞ。訴え。なめとんちゃうぞ。なめやがって。さっきまでと全然態度ちゃうやん。話の持ってき方が死ぬほど下手すぎる。わし？お父さんポンコツやん。え？つい電話かけてきたらほんま訴えるからな。あんま大きい声出すなよ。ああ？盗んでる瞬間録画してるからな。盗？え？もちろんこの通話音声も録音してるからそのこと忘れるなよ。なんで？しっかりと映ってるから確認してみる？まずだって誰？何を言い逃れできると思ってるのか知らんけど、こっちはお前らが貴重品を懐にしまってるのをバッチリと映った動画を保持してるんよ。わかる？出方考えろよ。いや、どうなればこっちが引き下がると思ってるん。それじゃ無理あるて。そういうわけじゃ。いちいち説明するまでもないと思うけどさ、盗難って歴とした犯罪やから。そんな脅し文句でこっちが簡単に引き下がると思うなよ。え、雇いのアルバイトと社員の草壁ってやつの首を差し出せ。じゃないと会社ごと潰す。二つに一つや。言い方どうにかならん。訴えてみたら。え、訴えてみるんやろ。それは戦ってみる。戦う。この先の展開どうする。どうする。まさかどうなってしまいじゃないやろ。こっからどうすんねん。あくまで主導権を渡してくるスタイル怖すぎる。間違いなく通報はする。これは決定事項。あとは問題を会社全体の話にするか、草壁らの首だけで済ませるか。今ここでお前が決めろ。今すぐ草壁をお呼びします。トカゲの尻尾切り早。すいませんでした。謝るのも早。今土下座してます。見えへんて。出来心やったんです。出来心で、出来心。お前常習犯やろ。え、慣れた手つきでポンポン懐にしまっとったよな。それで出来心は無理あるって。いや、にしてもやりすぎやねんて。お前センスないで。センス。あからさまに高価なものがなくなってたらそら疑われるやろ。アホやな。気づかれへんくらいに押さえとかな。自分の首絞めるだけやん。想定外の角度から攻められてる。あっけなく会社から見せられて、物品は盗めても肝心なものを落としてどうすんねん。痛い痛い。まあでも気持ちはわからんでもないな。え、低賃金長時間労働が当たり前の時代やもんな。物価上がってもなかなか給料は上がらへん。税金は上がってもなかなか手取りは上がらへん。貧困と犯罪ってのは少なからず因果関係あるもんな。お前も裕福やったらこんなことせずに済んだのにな。毎日毎日同じことの繰り返し。盗みも一回うまくいってまうと味しめてまうよな。何もうまくいかない日々に鬱憤も溜まってまうよ。そらわかるわかる。でもな、全部お前の実力不足なんよな。急に突き放すやん。その職に落ち着いたのもお前、その給料に見合った実力しかないのもお前、ちなみに友人も恋人もいないのもお前。そりゃ関係ない。全部これまでの積み重ねがお前を形作ってるのであって、その結果がどんだけひどかろうが文句言ったところで何も現場は変わらんのよな。それこそただの悪循環でしかない。 SNS で給料上げろだの、税金下げろだの、文句ばっかり言ってる暇あったら今歩き出せよ。なんで今のお前は止まっとるね。ごめんなさい。じゃあ通報するから、ちゃんと罪償ってから頑張れよ。容赦がない。ざまみろ。袋叩きやん。